はいどうもこんにちは、キトです。受験数学の、17回目ですかね。しばらくずっと、連立方程式の解法としてやっていて、基本が文字消去で特殊な場合、同時式の場合、対称式、2文字の場合、前回3文字の場合やりました。で、他にもう一つまた特殊な場合がありまして、一応これ一般に呼ばれてる言葉ではないんですけど、循環型と呼ばれる、僕が呼んでいるっていう風が正確ですかね、というタイプがありますので、そちらの特殊な形の対処法っていうのを確認していきたいと思います。で、そのためにちょっと必要な知識というものがありますので、まずは先にそちらを確認していきたいと思います。前回対称式、前々回から含めて対称式をやったわけなんですけれども、それに非常に近いような、式として交対式というふうなものがあります。で、それは何かっていうと、対称式っていうのは入れ替えても変わらないようなものだったんだけど、交対式って何かっていうと、入れ替えたら、マイナス1倍される。要するに符号が変化するだけの、ようなもの。これを交対式というふうに言います。で、例えば例を挙げますと、一番シンプルなのが x-y です。で、x と y を入れ替えてあげましょう。y-x。もちろんこれは同じではないので、対称式ではないですが、これっていうのは結局マイナス1倍したものと同じものだよね。ということで、こういうのは交対式の例です。他には x 次乗マイナス y の次乗っていうのも、 x とは入れ替えてあげると y 次乗マイナス x 次乗なんですけど、これっていうのはマイナス1倍したものになっているので、こういったものが交対式の例です。で、対称式という形には基本対称式で表されるよというような性質があったんですけど、交対式も一つだけ押さえておくべき性質がありまして、それは何かっていうと、x と y 2文字の場合なんですけど、x-y という形でくくることができて、残りの部分は x と y の対称式というふうな形で表されるよというものがあります。一つ目の例はちょっとあれなので、二つ目の例で見てあげましょうか。x 次乗マイナス y 次乗っていうのは、x-y でくくることができて、残りの部分はよく知られる因数分解 x 足す y。で、x-y でくくった残りの部分って対称式となってますよね。ここ x と y 入れ替えても変わらないような状況となっております。で、なんでこうなるのかっていうのはある程度意味を考えてあげればわかるんですけど、大事な部分だけ説明をしますと、結局入れ替えるとマイナス1倍になるよということは、 y に x を入れてあげると、要するにそれっていうのは0になるよっていうことと同じ意味でございます。なので x の部分に y っていうのを入れてあげると、そうすると値としては0になるよということは、どっちか定数と考えてあげれば、何か代入して0になるってことは引いたものでくくれるよっていう、いわゆる3次以上の因数分解の仕方で紹介しましたが、そういう風になります。で、じゃあ残りの部分どうなるのかっていうと、入れ替えると x とは入れ替えてあげると y-x で、もうここの部分ですでにマイナス1倍しているわけだから、ここの部分は入れ替えても変わらないはず。すなわちそれは対称式のことでございますので、こういうような形で表されるよというふうになっております。これが交対式の定義とその性質になります。では、準備はここら辺にしておきまして、先ほど例に出しました本題行きましょうか。連立方程式の循環型の解法っていうのを見ていきたいと思います。で、どういう風な例なのか、これはもう言葉で言うよりは具体的な例を見せた方が早いのかなと思いますので、そちらでいきたいと思います。で、こちらも、どっかの入試問題で倉敷芸科大学というところで出題された、他のところでも同じようなのは、よく見るようなものであるんですけど、x 次乗イコール 4x 足す 2y というものと、もう一つが y 次乗イコール 4y 足す 2x みたいな感じの、こういうような連立方程式のこと。で、これだけだとピンとこないかもしれないんですけど、もうちょっと具体的にどういうタイプかって言われると、x と y を、それぞれ入れ替えてください。x を y にしてあげると、下の式が出てくる。で、下の式の y を x に入れ替えてあげると、上の式が出てくる。この二つの式で対称式みたいなイメージですかね。例えば対称式ってのは x 乗足す y 乗で、もうこの一本で
入れ替えてあげたら、まあ、同じものが出てきちゃうよっていうのが対称式なんだけど、まあ、2つ用意してあげて、入れ替えるともう一方に、入れ替えるともう一方に、まあ、こういう感じで循環しているので、僕は循環型というふうに呼んでいるんですけど、こういうタイプの解法っていうのを見ていきたいと思います。で、どういうふうに処理をしていくのかっていうところなんですけど、まあ、ある程度対照的な時は、まあ、そういうような性質がありますので、そいつらを使ってあげましょう。ちなみに、基本解法通り、文字消去っていうような選択をしてあげると、まあ、例えば、y イコールに直して代入すると、x の四次方程式が出てきて、まあ、解けなくはないけど、あんまり、積極的にやろうと思わないようなものであります。まあ、別にできなくはないですが。で、こういうような循環型の場合どうするのかっていうと、まず一つ目として、丸1たす丸2っていうのをやってください。上と下を足し算しましょう。で、なんでかっていうと、実際にやってみるとわかるんだけど、じゃあ足してみましょうか。x 乗たす y 次乗で、右辺は 4x たす 2x なので 6x たす、4x たす 2y なので 6y という風になって、まあ、これって x と y の対称式という風に出てきます。まあ、元々の意味考えてあげると、x と y 入れ替えると上下が入れ替わるんだけど、その2つを足してあげたものの x と y 入れ替えてあげたら、まあ、その作用を1つに含んだ式として出てきますので、まあ、それは対称式になりますわなということです。で、もう一つやってください。丸1と丸2の引き算をするよと。で、こうするとどうなるのかっていうと、まあ、引いてみましょう。x 次乗マイナス y 次乗イコール 4x-2x なので 2x で、2x-4y なので、マイナス 2y で、x とは入れ替えてあげると、マイナス1倍される、今度は、交対式という風になっております。左辺、右辺、両方とも。まあ、これそうですよね。上と下入れ替えると、互いに入れ替わるよっていうような話を、そういうような式を出てきたんですけど、それを引いてあげると、文字入れ替えると、引き算しているので、マイナス1倍になるよっていうような式であります。まあ、何をしたのかっていうと、二つの式で何か対照的な、条件があるんですけど、その条件っていうのは二つの式だと直接扱えないので、一つの式にまとまるように足し算と引き算をして、それぞれのこの対照性が現れるような形に変形しましたよっていう話です。で、対照式の性質で基本対照式で表されるよというのがあり、交対式の性質で、今くくって対照式で表されるよっていうのがあったんですけど、交対式の性質の方を先に注目してあげると、くくれるよって方程式で言ったら非常にいい条件なんですよね。まあこれくくってあげましょうか。右辺も2でくくってあげると、x-y、x-y でくくれるよっていう話なんだから、これ共通因数っていうわけですよね。すなわち、移行してあげれば因数分解できるわけです。x たす y-2 イコール0。まあそれはそうですよね。こいつを持っているんだっていう性質があるわけですから。で、じゃあここが0かここが0なので x イコール y もしくは x たす y が2だよというふうにこういうふうにもう出すことができました。まあ2つの処理があるわけなんですけれども、まあ先に交対式の方を注目してあげると残った条件っていうのは x-y っていうのとあと対照式でくくれるよっていう性質があるので、まあ x イコール y か対照式の条件が出てきます。でこちらに関しては x イコール y なので文字消去ができる。こちらに関しては対照式で、こっちも対照式なので、あとは対照式の連立方程式を解いてあげれば OK っていう感じです。実際にやってあげましょうか。まず一つ目として、x イコール y の時は、まあこれ基本解法通り文字消去してあげましょうか。まあ最初の式でもいいし、まあこの式でもいいし、まあ一応最初の式の方に代入しておきましょうか。x イコール y、まあ y を消去してあげましょう。x 次乗足す、x 次乗イコール 4x たす 2y なんだけど y と x 同じだから 6x だよと。じゃあこれ解いてあげると x イコール06なので x と y が等しいから xy っていうものは00と66の2つが出てくるよっていうのが1つ目で、2つ目 x たす y っていうのが2の場合、まあこれって対照式っていう条件で出てくるよっていうさっきの性質なので、まあこっち側の対照式で使ってあげましょうか。で、まあ基本対照式で表されるよっていうような性質がありましたので、まあこの対照式の条件もそれで表してあげましょうか。まずこの式っていうのの左辺は次乗なので x たす y の次乗で余分な 2xy を引いてあげれば OK。 右辺6でくくればこうで、
代入してあげると x たす y っていうのが2で、上の式を下に代入してあげると2の次乗4引く 2xy っていうものが 6×2 で12で、これ移項してあげると 2xy っていうのがマイナス8なので、 xy っていうのがマイナス4とかいう風に出てきます。じゃあこれ基本対称式の形ね、足したら2かけたらマイナス4なので基本対称式の解法、これは前々回になりますかね。t 次乗マイナス 2t マイナス4イコール0、こいつを解いてあげればよくて、まあこれは因数分解できないので解の公式使ってあげると1プラマイルート5という風になるので、入れ替えも考えてあげると xy っていうのは1プラスルート51マイナスルート5っていうのか、1マイナスルート51プラスルート5、この2つとこの2つ合わせた合計4つがこの方程式の解になり、解くということができました。はい、非常に今回限定的な形ではあるんですけど、まあもうちょっと複雑な形だと東大で出たりして、まあそういう意味ではたまに見るような形の特殊な形の処理として循環型の連立方程式の解法というのを確認しました。もう一回おさらいしますと、入れ替えると上下のそれぞれの式が入れ替わるような式のことを循環型と言うんですが、足したら対称式、引いたら交対式なので、あとはそれぞれの性質を利用して解いていってあげましょう。具体的にはまずは交対式の性質 x-y でくくって、残り対称式なので x イコール y か対称式の条件が出てくる。 x イコール y だったら文字消去してあげれば解ける。もう一個の対称式の条件は、足した方の対称式の連立方程式だというふうに考えてあげれば、すでに紹介したように解ける。これで循環型っていうのを解くことができます。はい、ということで長々と連立方程式に関してずっとやってはきましたが、まだ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 っていうことではないかな、まだ他に、特殊な形の処理としてありますので、次回はそちらを紹介していきたいと思います。とりあえず今日はご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。